与那国町。与那国町は、沖縄県八重山郡の町。与那国島の全部からなる、日本最西端の市町村であり、カジキ釣りやダイビングのスポットとなっている。石垣島と台湾島との中間点にある、日本最西端の地であり、台湾のカレン市との距離は1 1 1トルで、石垣島、1 1 8トルよりも近い。島の西端の入り先には、 日本最西端の地の石踏みがある。全町で一時を構成。集落は中央北部の祖内、西端のクベら、南部の氷川の三つがある。これらはかつては、障子として用いられていたが廃止され、現在は、寺、与那国として扱われる。現在、確認される最も古い遺跡は、縄文時代にあたる、時期のつぐる浜遺跡である。 南方系の石器が見つかることから、ポリネシア文明圏や東南アジアの影響を受けた文化が存在したと考えられ。その後、与那国の歴史は半然としないが、グスク時代には大地上に集落が形成されていた。島中村跡遺跡がその一つで、山海磯場の生まれた村である。琉球王国時代より台湾との交易拠点であったが、特に台湾が、 日本統治時代に入ると、中継拠点として栄えた。第二次世界大戦後に、琉球列島前国民政府の支配下となった直後は、台湾との間に国境が発生し、台湾からの機関車対策事業の増大などがあり、1947年には、人口は1万2000人に増加し、その後村から町へ昇格した。しかしながら公式定期航路が閉じられたこと。 その後の非公式公益、密貿易の取り締まりが強化されたことにより、その後人口が激減した。2016年に自衛隊の中屯が開始され、人口の15%にあたる自衛隊員とその家族250人が住民に加わり、複式学級が解消される、小学校も出るなど、島の暮らしに大きな変化が生じている。平成の大合併に際しては、 当初、石垣市など周辺市町村との合併も検討したが、最終的には自主独立を選択した八重山市参照。向上的な人口減への取り組みとして、台湾との直接交易推進による活性化を模索している。定数は10人。定数6人から10人へ増員後発の2018年9月9日の選挙では、 与党系と野党系が5対5の同数となった。採決に加わらない議長を自派から出すと不利になるため、同年9月28日からの町議会では、議長選で与野党が互いに相手側候補に投票して票数が同数となり、くじ引きで当選しても辞退するという状態が1ヶ月以上繰り返されて、10月31日に99回目に、議長選でようやく与党系議員が、 議長に決まった。その間、補正予算案等の議案審議に入れず、補正予算の一部を町長が専決処分したり、10月9日に行われた、大長雄氏元沖縄県知事の県民総や、沖縄県町村議会議長会総会、沖縄県立島新興市町村議会議長会に、議長が出席できない事態となった。町内にある小中学校は、すべて公立学校、 小率である。高校進学率は100%である。島内に高校はないため、中学校を卒業した生徒は、全員が沖縄本島や石垣島の高校、他地域の寮生高校へ進学する。琉球語、琉球方言の一種である、与那国語、与那国方言が話されている。島の西側1、3は長い間日本の防空識別圏。 飛行場ホーに組み込まれず、台湾の防空識別圏、飛行場ホーであった。詳細は、与那国空港防空識別圏問題参照。町が最西端観光に運行を委託して、路線バスを運行している。基本的に、都内を奇襲点に、時計回りに、氷川、久米ら、与那国空港を経由する、氷川回り。ただし、経路は瓶により異なり、 一部の便は蒸気に加え、与那国小学校前、久米良小学校前、与那国駐屯地も経由し、奇襲点が異なる便もある。また、夕方以降には、半時計回り、久米良回りの便も設定されている。運賃は無料で、生活路線として運行されているが、観光客も含め誰でも利用できる。停留所以外での乗降はできない。町内の郵便番号は、 907から 18XX である。テレビは、与那国と内道の2カ所に中継局があり、ラジオ中継局は、与那国テレビ中継局に併設して設置されている。また民放 AM ラジオ2派と NHK ラジオ3派はすべて FM 派で放送している。その他台湾のテレビ、台湾電子、中国電子、中華電子、ラジオ放送も受信できる。 沖縄県警察や山警察署、石垣市の駐在所が2つ置かれている。警察官は合計2名である。第11管区海上保安本部石垣保安部、与那国駐在所が置かれている。陸上自衛隊与那国駐屯地、先島諸島は防衛上の空白域となっており、防衛省では100人規模の陸上自衛隊の沿岸監視部隊と、 航空自衛隊の移動警戒レーダー部隊を与那国島に設置する方針を固めている。この他に同担任部隊が宮古島、石垣島などに配置される予定である。防衛上の必要性のほかに経済振興にもなるとして以前から自衛隊誘致を行ってきた町長の外間が賛成する一方で反対派の住民は与那国改革会議を結成して反対運動を展開している。 2013年3月17日、防衛省が、与那国町に対し南牧場の土地20ヘクタールを年間500万円で借地を交渉していることが判明。これに対し町側は、年間1、200万円と迷惑料など10億円を要求し、交渉は難航した。防衛省側は提示した、借地料で島民の義務教育関連と出産費用の補助ができると見積もっているが、 町側は自衛隊誘致による経済効果を上げており、町民の理解を得るために上積みした模様。防衛省は、現況調査、敷地造成、移転保証費などが含まれた、用地取得費10億円を計上した。取得予定用地は、南牧場20ヘクタールを含む、約26ヘクタールで、住民説明会では、2012年度で、用地取得し、工事を開始。 2015年度までに部隊配置を完了するとしていた。2014年3月31日、国と与那国町との間で、町有地の地位退契約が正式に結ばれた。2014年4月19日には、沿岸監視部隊配備のための中屯地、着工式典が行われ、完成は2015年度末を目指している。運用開始後は、沿岸監視部隊と、 広報支援部隊を合わせ150名程度が配備される予定。2016年1月26日、自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、2016年3月28日に開庁した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。